カルデア中が活気づいてきたね。恒例のバレンタインが目の前だからかな。マスターちゃんも妙に落ち着かないし。チョコたくさんもらえるといいね。イベントは派手な方がいいからさ。ん？他のサーヴァントの話じゃなくて、私からのチョコはないのかい？だって？ははん、二代目とはいえ、万能の天才ダヴィンチちゃんのチョコが欲しいと。いいの？実物大オーニソプターチョコとか、バステニャンチョコとか作っちゃうよ。どんなチョコでも食べきる自信はあるかな？ある！それなら OK！ じゃあ明日10時になったら私の工房に。どんなものになるか私にも未知数だけど、楽しいチョコを用意するとも。おっと、まだ9時半なのに気が早い。でも、こんなこともあろうかと、準備は万全さ。お客様、そこのテーブルにお座りください。ティータイムの用意はできております。じゃーん！せっかくだから、メイド服に着替えてみました。かわいい？キュート？よしてくれたまえ。そんな当たり前に嬉しい感想を顔いっぱいに浮かべるのは。そして銀のトレイから取り出したる特製チョコレートはこちらになります。うん、いろいろ考えたんだけどこの形に落ち着いちゃって。前人未到は大好きだけど、今回は奇抜さより真心だからね。食べてくれる人が一番嬉しいだろうなってものを考えてたらこうなっちゃった。ああ、手料理も楽しいものだね。今までにない新鮮な時間だった。普段1秒を10秒ぐらいに体感している私が10秒を1秒ぐらいに感じたほどに。まあそれくらい集中していたってことさ。できる限りの気持ちを込めたつもりだ。
いつでもカルデアで会えるのに、わざわざ私と契約してくれた君のために。いつまでも残しておくとか、とんでもない。すぐに食べて食べて。感謝賛美大絶賛、随時受け付けております。口元にクリームがついてるよ。ほら、もう。それと、さすがに一度に食べ過ぎだよ。夢中になってくれるのは嬉しいけど、過度の糖分摂取は体に悪い。ほら、ちょうど半分残ってるでしょ。持ち帰ってマシュと二人で食べるといい。マスターちゃんからの感想はたくさんもらったからね。それこそ胸いっぱいさ。だから次はマシュにもご馳走してあげてくれたまえ。感想が増えるのは芸術家としても嬉しいしね。また来年、幸せな時間をみんなと一緒に。